草刈り機のキャブレターの分解掃除をやってみたので、初めての方、これからやってみる方、見てくださいね。動かなくなった草刈り機をタダでもらってきました。 2,3 年放置しているものや、20年、30年放置しているもの、様々でございます。修理して使えないか、やってみます、挑戦します。カバーを外すと空気吸入口のスポンジ、まだこれくらいはとてもいい方です。家に取って帰ってお湯で洗剤つけてきれいに洗いましょう。なかなか動かない、ボルトが回らない、回りにくい、はい、外れました。で、あと、つながっているワイヤーや燃料コックを外しました。キャブレタークリーナーで掃除をしたいですけど、まあ、この程度でございます。ブラシでざっと汚れを落としてみます。ブラシでできるのはこの程度ではございます。で、あと分解する前にもっときれいにするにはどうするか、家に取って帰ってお風呂場で洗剤つけて歯ブラシでゴシゴシときながらに磨きます。磨いた結果がこんな風にきれいになりました。これもなかなか回りにくい、はい、ここがペコペコ動きます。重要なところです。この中は一体どうなってるのでしょうか。このパッキンを外すのですが、気をつけて外しても破れるのは仕方ないです。これは新品どこで売ってるんでしょう。農機具屋さんで聞いてみます。ペコペコと動きます。分解はだいたいこの辺まででいいそうなんですけど、やはり好奇心がありますので、この中も外しています。この中にバネがあるので、左手の親指で押さえてないと、このネジを外すとピーンと飛び出て、どこに行ったやらわからなくなると、よくあることだそうです。この今の部品どのようについていたのか、やはり
このように動画を撮りながらやった方が組み立てるときに便利です。これです。すっごいちっちゃいバネ、すごいな。誰が作ったんでしょう。で、あとはキャブレタークリーナー、キャブクリーナーでいろんなところ吹き込みます。やはりキャブレタ、キャブクリーナー、これは必須です。はい、こんな感じで、はい、こんな感じで、すごくいい感じです。キャブクリーナーの威力でございました。掃除はこの程度でいいんだと私は思っております。やってみて思ったこと、小さな部品の大きさを測ってみたいな。こんな小さな部品は誰が作っているのだろうか。すごいお仕事だな。作ってるところ、工場を見たいな。私の好奇心でございます。ここからは本当に私の好奇心でございます。この写真はデジタル顕微鏡、古いものですけど、で撮ったので、ちっちゃい部品が大きく写っております。このバネ、普通の物差しで測ると長さ約8ミリで、この針金の太さ、この物差しで測ると、この大きさ、この太さが 0.15 ミリという、なんとかいう物差しでございます。これぐらいの太さでしょうか。これ 0.15 ミリでございます。 0.15 ミリの、針金でバネ作ってる、誰が作ったんでしょう。この金具、太さはだいたいこの程度でしょうか。こっちよりは細いと、この程度で 1.2mm。 こんな精巧な棒、誰が作ったんでしょう。この金具、幅は、ここの部分は 2.5mm。 では厚さは、立ててみてみると厚さ 0.35mm、 この程度でしょうか。はい、 0.35mm。 こんな薄いものどうやって作るんでしょう。次、この先端 0.1 ミリの線が引けるぐらいのこの先端、こんなもの誰が作るんでしょう。どうやって作るんでしょう。もちろん工場で、機械で作るんでしょうけど、はい。次は好奇心の極致でございます。この物差しで、これ一体何でしょう。
太さ 0.1 ミリより細い、これは何だ。実は私の妻の髪の毛です。髪の毛って 0.1 ミリより細いということがこれで証明できました。ネットで調べてみると人の髪の毛は 0.08 ミリから 0.06 ミリだそうです。好奇心の極致でございました。廃棄ゴミを減らしましょう。古くなったものの中にもまだ十分使えるものは修理して使いましょう。修理して使えなくても分解して掃除して元に戻せなくなってもとても勉強になります。ぜひやってみてくださいませ。以上です。終わります。さようなら。